はい、クローズドベータテストが終了目前に配信エラーが起きた工藤でございます。はい、ちょっと続きをねやっていこう。もうとにかくやるしかない、もう時間がないから、ね、壊して作る。ここで配信エラーとかマジ勘弁してくれよ。逃がしはしませんよ。無駄です。て私一人で十分だ。真までいてつかせてやる。100倍。さて強これならどうだ。しっかりして。つまんないな。お、マジか。壊して作る。ほうや。これエンビー倒せるかちょっと怪しくなってきたな。もう何やってんのよ。いやーなんか地道だな、なんか地味だな戦いが。これぞ我がアームストロング家に代々伝わりし怒り役。逃がしはしませんよ。無駄です。言うこと聞かないと罠だからね。まあ次でいけるでしょう。私が育てた兵を舐めるなよ。うわ耐えた、マジか。勇気100倍。オッケー、ギリ倒せたね。ビクトリー。よし、最後になんか ランクアップできる。
クローズベータテスト終了しますっていう風な連絡が出てきましたね。だってもう11時37分だもんね。それは当たり前か。よし、もうこれでできることねえんじゃねえか。いやーもう最後の最後ね。おなんかまた、ん？ん？なんだ？何ができるあと。まあいいか。うん。はい。あ待て。待って待って。OK。はい、というわけで、ちょっとねサイドストーリー。全部やるつもりだったんだけど、このね第2話故郷の解放やるつもりだったんですが、結構求められる戦力が高くて、うん、結構厳しいね、うん、ちょっと今回クリアできずっていう感じでした。はい。でそうだね、うん、まあ一旦っていうかとりあえず、今回の鋼の錬金術師モバイルのクローズドベータテストの私のプレイとしてはここで終わりにしようかなと思います。はい。まあ一応ね他にもまだクエストとか、まあサイドストーリーもやろうと思えばできるんだけど、うん、あとはなんだ記憶陰影とかも全然なんかあんまりねよくわからないでやってる部分もね結構あるんですけど、うん、まあ、この辺のチャレンジとかもね、やろうと思えばできるのかな。レベルはちょっと高いけど。はい。というわけで、まあ、配信エラーなんかもあってね、まあ、最後の最後に何やっとんじゃっていう感じなんだけど、うん。まあ、最後ちょっとグダグダしちゃいましたね、最終日ね。うん。で、まあ、やってみた感想だね。うん。やってみた感想としては、そうだね。まあ、さっき途中で言いましたけど、戦闘するときに、まあ、キャラクターを配置すると思うんですけど、あそこの部分でキャラクターの強化とかできると、なんか、ちょっといいのかなっていうふうにはちょっと思いましたね。うん。で、あと、まあ、いい部分でもあるんだけど、個人的にはちょっとね、やることというか、機能が多すぎて、なんか、ちょっと理解しきれない。かなと思いました。うん。なんていうのかな。まあ、ミッションとかもそうだし、この特訓もそうだし、なんていうのかな。そのキャラクターをまあ育てるための要素というか、やれることが確かに多くて、まあ、飽きないっていうのもあるとは思うんだけど、逆にそれがやること多すぎて何やっていいかよくわからないっていうのはあるかもしれない。うん。まだこのギルドってのもあるし、で絆でしょ、絆でしょ、で記憶陰影もある。でユニットに関しては、まあレベルアップ、覚醒ランク、潜在能力、記憶陰影ってあったりして、うん、結構ねやれることが多いんだよね。あとこの大陸遊歴、まあこれは時間放置してねアイテムをゲットするっていうものだと思うんだけど、チャレンジとかもそうだし、結構やれることは確かに多いです。うん。ガチャも回せる、ショップもある、うん、結構お金あるけど全然使ってないね。そういえば。全然使わなかったな。あ、ここで経験値買えんじゃねえ、もしかして。うわ、マジか。え、ちょっと待って待って待って。
一個社会ね。あ、なるほど。経験値ってユニットの経験値ってこと言ってる。これ金余ってるから買える分だけ買っちゃうかもな。これ毎回買えばよかったね。そっか、こういうこともできるのか。でカバンを見て、さっきテストだっけ。やっぱユニットのレベルアップか。ユーザーのランクのレベルアップではないね。うん。はい。で、今が43分か。そうだね。あとなんかあるかな。そうだな。まあ私はね、鋼の錬金術師の本編をまあ、ある程度知ってるのもあるのかもしれないんだけど、なんかまあ私は結構ね、そのゲームをプレイするスタイルとして物語を楽しんでいきたいっていう人間なんですね、うん、だから個人的にはメインストーリーもっとこうスラスラ遊べるようになるとなんかありがたいかなと思いますね。結構レベルによって解放されていくっていうスタイルだから、うん、レベルが足りなくて遊べないじゃんってなっちゃってんだよね、今の私の場合。それこそどんどんさ5、6、7、8、9ってどんどんこうメインストーリー進めていきたいんだけど、今レベル13でレベルが足りなくてメインストーリー進めないじゃん、じゃあサイドストーリーやらなきゃいけないじゃんとか、でサイドストーリーやろうと思ったら、戦力高すぎて、推奨戦力がね、高すぎて、クリアできないじゃんってなるでしょ？で、そうすると、何やっていいか分かんなくなっちゃうっていうことに陥るのかなと思ったんですけど、うん。で、さっき言った、まあ、やれることが多すぎて、何していいか分かんない状態に最終的には陥るのかなと思いました。はい。で、そうだね。しかもメインストーリーは、結局、まあ、アニメに沿ってね、アニメとか、まあ、原作に沿って進んでいくので、私みたいに原作を全て知っている人からすると、なんかまあ、物足りないさはあるかな。うん。だって、物語だけ知りたいなら、原作読むとか、アニメ見るとかすればね、まあ、見れちゃうんで、ここでさ、このレベルが足りなくてメインストーリー進めないってなっちゃうと、じゃあ原作読もうかな。まあ、原作が売れるとかね、アニメ見てくれる人が増えるのはもちろんいいことなんだけど、ゲームを通して物語を全部見ようとする人がいるかと言われると、多分あんまいないんじゃないかなという気はしております。はい。うん。ですね。サイドストーリーはそうだな、今7まで出てんのか。サイドストーリーちょっとボリュームが多すぎるのもあるね。うん。まあいいんだけどね、ボリューム多いことには。いっぱい遊べるからいいんだけど、どうなんだろう。メインストーリーよりもだってボリュームあるよ、だってこれ。うん。メインストーリーがだって4つに分かれているのに対して、こっちのだってサブストーリーの、サイドストーリーのね、1話ごとなんて、1話ずつなんて、この2から6まであって、しかもその間にね、こうちょっとずつ、なんかこう、小話というかね、ちっちゃい戦闘がこう挟まってたりするんで、サイドストーリーの方がボリューム多いやんってのはちょっと思いましたね。うん。まあ、そのくらいかな。うん。まあ、とりあえず、全体通しての評価としては、そうだな、まあ最初やる前は結構期待して、面白いかなと思っていったわけですけど、あ、そう、戦闘面に関してね、戦闘面に関しては、そうだな、まあ私結局ほとんどオートバトルでね、
後半はもうずっと遊んでたんで、自分でねこうキャラクターに指示を出してとか合わせたりとかはしてなかったんであれですけど、まあオートバトルでも全然いけます。はい、結構普通に戦ってくれるんでね、まあいいとは思いますけど、まあ、オートバトルのデメリットとしては、まあ戦闘を自分でやるっていう楽しみはなくなるっていうところかな。戦闘どうでもいいんだけど、とにかく物語進めたいっていう人にしてはまあいいかもしれない。サクサク進めたいとかね、結局戦闘でこうあれこれ考えてる時間がね結構あるので、時間はかかります、自分でやった方が、おそらくね。はい、っていう感じですかね。戦闘か、あとなんかあるかな戦闘以外で。だから全体の評価としては星5で例えるなら3.5くらいかな。はい、なんだろうね、わかんないんだよね。そのキャラクターのね、このユニットとかのキャラクターのこうビジュアルとかさ、 3D モデリングのキャラクターがこうヌルヌル動いたりするので、その辺はすごいあのなんかアニメとか原作に劣らずっていうところで、ビジュアル面はね結構好きです。はい、ビジュアル面に関しては星5を与えていいんじゃないかなと私は思います。はい、あとこのなんていうの、いろんなさスキルみたいなのがあるじゃないですか。その辺の戦闘シーンの演出とか、その辺はね結構好きでした。あ、かっこいいじゃんって思いましたね。ただなんだろうね、戦闘自体がなんかちょっと私はなんかね難しいんだけど、なんかめんどくさくなっちゃったのかな私ね。だから結局ずっとオートバトルで遊んじゃいましたし、難しいんだけどね。はい、あとはまあ全体通してだからやることが多すぎる、多すぎるって言い方もあれだけど、多くて何をしていいかわからないのもあるかな、っていうのを加味して、まあ 3.5 星 3.5 っていうぐらいですかね。まあ、本編はね初夏だっけ、夏配信予定になってて、まあ、ここからさらにね改善が加えられると思うんで、まあ、この通りにはならないとは思いますけど、とりあえずクローズドベータテストをプレイしてみた感想としてはそんな感じでございます。で夏配信されてね、本編が、まあ、ベータテストじゃなくてもう始まって、でその時に私がやるかどうかって言われるとちょっと微妙なとこですね。はい、微妙なとこです。とりあえず、まあ、今回はクローズドベータテストはここで終わりますけど、本編はやらないかもな。はい、まあ、ただね鋼の錬金術師のファンの方とか、めちゃくちゃファンの方とか、まあ、まだ全然鋼の錬金術師知らないっていう人からすると結構楽しめるとは思いますね。まあ、そのメインストーリーをねもうちょっとサクサク進められるようにしてほしいっていうところはありますけど、一応そのメインストーリーね原作に沿っているので、それこそアニメとか漫画とかと同様に楽しめるっちゃ楽しめる。ただまあいろいろはしょられてる部分もあったりするし、そうだね、私の場合はこうアニメのやっぱオープニング曲エンディング曲とか主題歌とかもね結構楽しみたいタイプの人間なので、その点で言うとやっぱアニメで見た方がなんかよりね楽しめるんじゃないかなっていう気もします。はい、難しいね、どういう人が楽しめるかって言われるとちょっと難しいんだけど、まあ、ハガレンファン、難しい。私はだから全部知ってるからメインストーリーもまあこうなるんだろうなってわかるし、
なんかあまり驚きがないっていうか、もう全部ネタバレしてるような状態でゲームやってる感じなんで、うん、なのでね、私はアニメの方がやっぱりオープニングエンディング曲もあって、なんか物語を楽しんでるっていう感じがするので好きなんですけど、やっぱこれゲームなんでね、自分でキャラを育成したりとかして物語を進めていくものになるので、途中でこう敵が強すぎて進めなくなっちゃうとかっていうことも結構あるのでね、今の私みたいにね、うん、だから難しいね、うん、まあ、イベントとかが起きてなんかオリジナルストーリーが展開されるとかってなったら、そっちの方が面白いのかなっていう気はしてます。はい。で、今ちょっと思い出したんだけど、もう本当に最後だよ、53分で、まあ、あともう少しで終わっちゃうんだけど、まあ、メインストーリーの戦闘やるじゃないですか。で、やるときに結局自分のそのユニット、組んだユニットで戦うわけですよね。私で言うとマスタング大佐とかオリビエとかプライドとか、まあ、アームストロング少佐とかね、まあ、をユニットとして戦わせるわけなんですけど、そのメインストーリー上さ、例えばマスタング大佐と戦わなきゃいけないみたいな感じになった時に、自分のユニットに同じマスタング大佐がいたりとか、あとはメインストーリー上でまだ出てないのに自分のユニット内にそのキャラがいちゃう、それこそプライドとかって結構後半に出てくるキャラだと思うんだけど、違ったっけかな、うん、オリビエもまあまあ後半じゃなかったかな。はい。なのでなんかなんだろうね、私は結構物語ストーリーを楽しみたいタイプの人間なので、やっぱりそのメインストーリーの戦闘中にまだ物語に登場してないキャラがね戦ったりとか、あと同じキャラ同士で戦ってるのとか見ると、ちょっとなんかこううーんっていう感じがしちゃうかな、うん、あとそのネタバレね、だからそのまだ出てないのにプライドのね、キャラクター SSR なんか引いちゃったら、これ誰みたいな、え、こんなキャラが出てくんのとかさ、オリビエとかも俺説明あるんじゃないの、どっかいない、そうだ、誇り高きブリックスの将軍とか書いてあるもんね、うん、だよね。だから、まあ、ネタバレもありきで楽しんでいくしかないってことだよね、メインストーリーとかも、うん、だから難しいとこだね。ハガレンを知ってる人はもう完全にネタバレでプレイするしかないし、メインストーリー知らない人もユニットでガチャ引いたらなんかあれこんなキャラ出てくるんだっていうネタバレで進めていくんで、うん、まあネタバレなしで進んでいくのは結構きついのかなと、はい、思いました。うん、ってな感じかな、とりあえず。どうこれ、今回のサムネ、今回あんま見どころがなくて、なんかね、なんかいいサムネがあればいいんだけど、こんなこともできるんだね、うん、まあ、この辺のどっかをちょっとスクショして、スクショっていうか、うん、サムネにしようかな今回は。やっぱエドがいいか、主人公だしね、どっかアルフォンスか。もうこれね、時間になったら多分もうアクセスできなくなっちゃうんで、もう今のうちにね、今のうちにもうスクショできるところはもうどんどん取っておかないと。はい、こんなもんですかね。あ、便利、大事大事大事、やっぱ便利、かわいいよな。そうだから、こうやって見るとさ、ビジュアルは本当にレベル高いんだよね。うん、だからビジュアルだけはもう本当に星5を上げてもいいと思います。はい、じゃあもうね、あの今57分なんで、あと 2,3 分で終わっちゃうので、ね、はい、ここまでにしたいと思います。はい、まあ、私の評価としてはあんまりいい評価とは言えなかったかもしれないけど、はい、もう夏配信予定らしいので、本配信された際には、まあ、気になる方はね、ぜひダウンロードして遊んでみてほしいなと思います。それでは、今回の鋼の錬金術師モバイルクローズドベータテストは、
本当にこれで終わりとなります。はい、それではまた別のゲームの配信でお会いしましょう。バイバイ。